海と日本プロジェクト in 秋田県。皆さんおはようございます。佐藤優美です。私は今入道崎に来ています。今日は男鹿遊覧投資船に乗ってみたいと思います。初めてなのでとっても楽しみです。それでは早速行ってみましょう。お、海が見えてきましたよ。男鹿遊覧投資船は海藻類の揺らめきや魚の群れ、海の生き物たちを間近に見ることができます。乗船券販売所って書いてます。おはようございます。おはようございます。佐藤優美です。よろしくお願いします。わあ、すごい透き通ってますね。今日いいですね。見えますね。どんどん深くなっていきますよ。水の色が変わってきましたね。あ、いたいたいた、いましたね。うわ、すごい、たくさんいますね。かわいい小魚たちも見えるし、いいですね。楽しいです。よく見るとサザエがいっぱいいますよ。すごい、なんかサザエの宝探しを見つけるような感覚で楽しいですね。津島周辺では浅い場所、ここが浅い場所、1メーターから 1.5 メーターくらい。ゴロゴロ丸い石ありますけど、はい、これあの女の名物料理の石焼き料理って、あれに使われてる。ここの石だったんですか。あそこになんかちょっと大きめの、それは稲田。かわいい。ありがとうございました。とっても楽しかったです。よかったです。コメドもよかったんで、はい、はい、というわけで戻ってきました。男鹿の海に住んでいる生き物たちをたくさん見ることができてとっても楽しかったです。9月いっぱい運航していますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。海と日本。